カバスはアーサー王の犬の名。元来は馬のことだったとも考察される。カバスはマビノギオンの1話、キルフとオルエンに登場するアーサー王の犬の名で巨大なイノシシトゥルフトゥルイスや他のイノシシの狩猟犬として活躍した。このカバスはアーサー一番のお気に入りの犬で、鹿狩りの時には他の全部の犬より後回しに、 最後に解き放つのが習わしであった。ウェールズのカルン・カバスの岩の足跡。ゲストプジン変役、マビノ・ギオンより、ブリトン人の歴史、原文ラテン語。旧世紀に記される。随分と古代から伝説によれば、兵士アルスルの飼い犬、カバルは、トロインとト,トロイトというイノシシを追っていて、ある石の表面に足跡の印を残した。 これは、同志書のキーノブに見られるものである。この足跡石は、石積山の上に乗っかっているのだが、誰かがやってきて、足跡石を動かしてもあくる日には、元通りの場所に必ず戻されている、というのがキーだという。このラテン語の記述は、アーサーのことを王ではなく一階の選手とするなど、古い年代の記述の痕跡を留めている。シャーロット・ゲスト編訳、 マビノギオンの注釈は、このラテン文と英訳を掲載するほか、この足跡が残るとされる、カルンカバスという戸籍にも詳しいが、右の挿絵は、彼女が知人に頼んで、現地取材しスケッチしてもらったつて、足跡石である。上述の単純明快な狩猟伝説と異なり、 中世交流期のウェールズ語の物語キルフとオルウェンでは多くの試練が加わって入り組んだ筋書きになっている。主人公キルフは巨人の蝶をイスバザデンの娘に求婚し、巨人の蝶が交換条件として提示する、いわば結納品、すなわち長々と羅列される、難業の数々の中にイノシシ狩りも含まれており、キルフは親戚のアルスル王に頼み込み、 大人数を総動員させてことをなす。狩猟犬は、カバス以外にも、複数の名のある犬が連れられ、獲物は、本命のトゥルフトゥルイスイカ、その7頭のイノ獅子が牙を剥き、また、これらとは別にイノシシの超エスキスエルウィンという1頭も、仕留めねばならない。キルフと、オルウェンの物語で、イノシシの超エスキスエルウィンは、アルスル王率いる一団の標的の一つで、 その生牙を生きながらにして引っこ抜かねば、巨人の超イスバザデンの髭を剃る役には立てないと言い渡されていた。この狩りには、アルスルオの犬カバスが参加し、この犬がエスキス・エルウィンを倒したとされている。このイノシシは、プリダインのカウ、ウェールズ語、カウ、カイとも発音できるが、カイキョウ、セと紛らわしくなる。が、アルスルの牝馬、スワムライを拝借して乗り、 長なでこのイノシシの頭をかち割る。物語の語り手は、巨人がこの狩りに必要であろうと予言した犬ではなく、カバスが役目を果たした、と注釈している。この後、ベドオイルが、あるするご自身の犬カバスを引いて行き、他の猟犬に混じって、オいイトゥルフトゥルイスとその子イノシシらを狩りに行くのだが、そちらでカバスが果たした役割は、明記されていない。 キルフとオルウェンに登場する、あるする一行の狩猟犬、または、目的達成のために一行に加わった犬には、以下が含まれる、馬のカバス前述のキリッズ・キブルフの三人息子の、持ち物には、カス、クアス、カバスという三頭の馬も登場する。つまり、カバスというのは、馬名でもあるのだ。ただし、ゲスト不人役では上述の、グラス、グレーシック、 グレーサットは三本の県名とされていて、カス、クアス、カバスは、三匹の犬と返される。イボル・ウィリアムズは、コウェールズ文学における、カフォールという語の使用について、追求をしたこのカバスという犬名が、馬を意味する、ラテン語、ケバルスに禁じしていることは、大勢の学者や一般読者がつとに気づいている、点であるが、例えば、 R.J. トーマスによる1936年の学術文にその例があり、そこでは、コナルケルナ派の犬頭の馬と関連づけている。レイチェル・ブロムウィッチ教授も、カーンという語には、ケアンと、ひづめの二重の意味があるので、カバル、カバスというのは、本来アルスルの犬ではなく、馬を刺していた可能性が高かろうと指摘している。 P4、P67 キルファッチ AC オールウェン、P195、P249。ありがとうございます。